ウェスタンエレクトリックはアメリカ合衆国のかつて存在した電気機器開発、製造企業。1881年から1995年まで AT&T の製造部門として存在した。数々の技術的発明や産業の管理手法の開発で知られる。AT&T のグループ企業の調達エージェントとしても機能していた。現在はノキアが事業を貢献している。 ベスタンエレクトリック会社ニューヨーク工場1889年1856年、ジョージ・ショークはクリーブランドの電気機器製造企業を買収した。1869年、彼はエノス・エム・バートンを共同経営者に迎えたが、同年、ショークはガブを発明会ライシャグレイに売却した。1872、バートンとグレイは本社をシカゴに移し、 ウェスタン・エレクトリック・マニュファクチャリング・カンパニーと社名を変更。同社はタイプライター、警報器照明といった電気機器を製造し、電信事業会社ウェスタン・ユニオンとは密接な関係を持ち、軽電気などの機器を供給していた。1875年、グレーは持ち株をウェスタン・ユニオンに売却し、同時にグレアム・ベルの電話に関する特許に対する差し止め、 請求権も売却した。ウエスタンユニオンとベル電話会社の特許紛争が1879年に決着すると、ウエスタンユニオンは電話市場から撤退し、ベルは1881年にウエスタンエレクトリックを買収した。ウエスタンエレクトリックは海外資本として日本で初の合弁事業を立ち上げた会社であった。1899年。 日本電機の設立当時、ウェスタンエレクトリックは株式の54%を保有していた。日本でのウェスタンエレクトリックの代表として、ウォルター・ T ・カールトンが日本電機社内に席を構えた。1992年まで使用されていた NEC の旧ロゴのデザインは、ウェスタンエレクトリックのロゴが由来となっている。数年後、ウェスタンエレクトリックは極秘裏に競合企業である。 ゲロックスイッチボードサプライの株式を取得して経営権を握った。しかし、独占禁止法違反を指摘され、株式の売却を容疑なくされた。独立系電話会社は1300ほど存在したが、AT&T は1881年から1984年のグループ分割まで米国における長距離電話サービスをほぼ独占していたし、アメリカにおける多くの地域でも、 地域電話会社によって市場を独占していた。AT&T は20世紀初めには米国のほとんどの都市部を冴えていた。独立系電話会社はあまり利益の望めない地域や田舎で生き残った。AT&T の収入の大部分は地域ベル電話会社によるものであった。AT&T の他の部門としてはベル研究所長距離電話部門。 製造部門としてのウェスタンエレクトリックなどがあった。AT&T が地域電話会社でカバーしている地域のすべての電話機、公衆交換電話網の全部品、その網に接続されたあらゆる機器はウェスタンエレクトリックが製造したもので、それ以外は AT&T のネットワークに接続することは許されなかった。この独占状態を保つため AT&T グループは 顧客が他社製品を接続していないかを調査する小規模の部隊を編成していた。ウェスタンエレクトリック製電話機は顧客が購入するものではなく、地域ベル電話会社のものであり、AT&T のものであり、同時にウェスタンエレクトリック自身のものである。すなわち、電話機は AT&T から顧客にリリースされ、電話料金にリース料が加算された料金を請求される。 リース料は累積すると販売価格よりも高額になるので、これによって AT&T と Western Electric は多額の資金が流れ込み、それを電話サービスそのものにつぎ込んで、市内通話料金を非常に低額にすることができた。分割後は基本料金がうなぎ上りに上がり、屋内配線と電話機は顧客の所有物となった。Western Electric 製の電話機には、 ベルシステム資産非売品という刻印があった。電話機には現地の地域ベル電話会社のステッカーも重付してあった。さらに収入を増やす手法として回収した旧モデルの電話機の中身を新型の電話機の中身として再利用していた。河川市場であったため AT&T は電話機の出荷台数を自由に制御でき、結果として ウェスタンエレクトリックの電話機の新機種投入頻度は少なく抑えられた。AT&T は他社製電話機の使用を禁止するというポリシーを厳密に適用した。どうしてもベルシステム以外の電話機を使いたい顧客は、その購入した電話機を一旦当地のベルモノポリーに送り、その会社が顧客にその電話を送り返してリースするという形態を取る。このため余分な費用がかかる。 1970年代になると、他社製電話機を使う顧客が増えてきたため、AT&T は一部方針変更し、デザインラインシリーズ電話機の外装を顧客が購入し、中身の機械部分は AT&T がリースするという形にした。1983まで、ウェスタンエレクトリックの電話機は常にリースされており、販売されなかった。つまり、故障した場合の修理は、 AT&T 側の負担となる。そのため、ウェスタンエレクトリックは、設計において極限まで信頼性と耐久性を追求することで、修理回数を減らそうとした。特に、ウォルター・エーシューハートは1920年代に、統計的品質管理技法を開発し、ウェスタンエレクトリックの生産品質の向上に、貢献した。1983年、 ウェスタンエレクトリックの電話機は AT&T の新古会社アメリカンベルから一般に発売されるようになった。1984年1月1日以降、ベルのブランド名を使えなくなると決定される以前、AT&T はアメリカン、ベルの名前で現在ではおなじみとなった AT&T の休憩のロゴを使って製品を販売していく予定だった。 AT&T の唯一のライバルゼネラルテレフォンエレクトロニクスも自前の製造部門、オートマチックエレクトリックを持っていた。1905年、ウェスタンエレクトリックはシカゴ郊外にホーソン工場の建設を開始し、1914年までにシカゴ本社地区やニューヨーク州の他の工場の機能をすべてここに集約した。その後、カーニー工場やコロンバス工場といった 巨大工場が建設された。302型とほぼ同型の 464G 型トリンライン1928年、ウェスタンエレクトリックは初めて受話器と相話器が一体化した電話器を開発した。このモデル102は本体底面が丸いのが特徴で、1932登場した後継の202はほとんど同じ形状だが、底面が楕円型になっている。 次の大きなアップグレードは1937年の302である。工業デザイナーであるヘンリー・ドレーファスの設計によるもので、いわゆる黒電話の原型となった四角い底面が特徴である。なお、302より前の電話機は別に回路を収めた箱が必要だったが、302ではそれを電話機本体に内蔵している。1949年以降はモデル、 500がリリースされ、適宜更新されていった。細かい改良として、ダイヤルをより静かによりスムーズにしたり、回路基板をプリント基板にしたりといった更新が行われた。モデル500は1986年におボタン式電話機に完全に取って代わられるまで製造が続いた。世界でも最も多数製造された電話機である。他の発明としては、 1950年代に小型化し、ダイヤル部分が光るようにして、寝室での利用を考慮した、プリンセスホーンと呼ばれるモデルが登場した。また、1960年代には、受話器の中央部分にダイヤルを配置して、本体を極限まで小型化した、トリンラインが登場した。その後、DTMF の開発とともに、ダイヤル式の電話機は徐々に廃れていった。 1929年頃、ウェスタンエレクトリックは映画館の音響システムの製造も行っていた。ウェスタンエレクトリックのユニバーサルベースは、サイレントの映写機しかない映画館でトーキーを上映できるようにするシステムであった。また、映画館用高音域ホーンスピーカーも設計している。これは効率が高く、3ワットのアンプで映画館全体に音を響かせることができた。 当時、高出力のオーディオ用真空管はほとんどなかったため、この開発は重要だった。AT&T への機器供給業者として以外に、ウェスタンエレクトリックはプロ用の録音再生機器も開発販売していた。以下のようなものがある。1984年1月1日、ウェスタンエレクトリックは AT&T テクノロジーとなり、顧客分野ごとに、 さらに分割された。分割後も電話機の製造は続けられ、ベルのロゴはなくなったが、内部の集積回路などには、ウィーのイニシャルがそのまま付けられていた。電子交換機その他の地域ベル電話会社向けの機器は1990年代になっても AT、AT&T ウエスタンエレクトリックと表示していた。電話機はコスト削減のため1985年にデザインが更新され、 それまで金属を多用していた、電話機でもプラスチックを多用するようになった。1986年、インディアナポリス事業場の電話機工場が閉鎖され、AT&T の単線電話機製造は、アメリカ国内では行われなくなった。ビジネス用電話機システムは2001年まで、シュリーブポート事業場で製造されていた。家庭用電話機は、香港、シンガポール、中国、 バンコクなどで製造されるようになった。ウェスタンエレクトリック製の電話機には Wii の刻印はつかなくなったが、電話線のプラグには Wii と刻印し続けた。1995年 AT&T は AT&T テクノロジーをルーセントテクノロジーに解消し、スピンオフに備えた。この時点でウェスタンエレクトリックは終焉を迎えた。電話線のプラグの刻印も、 に変わった1996年にはルーセントが独立し、残った資産は、アドバンストアメリカンテレフォンズ、アジェレシステムズ、アバヤ、コンシューマホンサービシーズに売却された。ルーセント自体も、アルカテルと合併して、アルカテルルーセントとなった。ウェスタンエレクトリックの消滅に伴い、電話機や関連機器の製造は、様々な業者が行うようになった。 この競争状態の結果、電話機の製造は主にアジアで行われるようになり、安価な部品が使われるようになった。人によっては、AT&T が分割された後も、電話機を全く購入せず、ウェスタンエレクトリック製の電話機を依然としてリースし続けていることもある。その場合、電話機の購入価格の10倍以上のリース料金を通算で支払っていることになるが、 ウェスタンエレクトリック製の電話機は耐久性と音質の面で最近の電話機よりも優れていると言われている。現在ではウェスタンエレクトリックの電話機はコレクションの対象にもなっている。映画館向けにウェスタンエレクトリックが1920年代から30年代にかけて設計、製造した音響機器は耐久性と音質の良さからオーディオマニアなどのコレクション対象となっている。 これには、大規模映画館用の巨大なスピーカーもあり、比較的低出力の真空管アンプで駆動される。ありがとうございます。